はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずサブイベントが発生したみたいなので、とりあえずコツを先に進めていきましょう。この中かな。またどうせ二択になるんだろうな。おじいちゃん、こいつはどうやって来たんだ。絶対転ぶよ。え、ここに住んでたやつら。覚えてやるよ。この匂い。柱も床も。てか雨が降ってきたらもうダメじゃん。こんな小屋に足はもう年。ああ、もう引退したってことね。寮に出てもお前にしも。うん。お母さん、私いっぱい手伝うよ。いい話や。誰だ。あ、こいつ商人じゃん。ネズミちゃんは商人の。ボリトリーだ。リコチョギー・ボリトリー会長、広告軍の一員、ラクリーカの悪徳。金に物を言わせていたのはもう過去の話。おお、一文なしから商売をやり直すのか。果たして今は。はいはい、お前はあんた。お、白魔導士がいるじゃん。何してんの弱い。これと白魔導士と商人のどっちかか。いじめなんかじゃないよ。いや、これどっちも欲しいな。白魔導士のアスタリスク所持者、元は広告部空挺騎士団の団員であり、ヒーラーにもかかわらずド S で村っ気のある性格のため、果たして今。しやしや、お前はこのご老人に。そしたらいせっかくまとまりかけ。何がまとまりかけてたんだ。あれのどこが説得だ。ニコソギボリゾリ悪徳商人。なんだって。おこ、しかし郊外ひとまず退散しといてやるな。どんな話。ここを買い取るって話。さっきの話。どこ行くんだ。さあ、どんな話を持ちかけられたんだ。一体この小屋を売ってくれ、50円でみたいな。このオンボロの廃屋。廃屋か。ここはの、あ、わしは漁師の家に生まれ、先の内戦で息子夫婦を。内戦が終わった頼りが届く。あの小さい。そう、わしらがこの小屋の持ち主だと知る。立ちのけ。地上げ。何やらそれが国の。そこにあの白いご婦人、胸ぐらつかまれてガゴンガゴン。合間に立ちのきの話は出るわい。ふーん、よし。そうだな、とりあえず。お、宝箱がある。そういえばここ、煮干し。腐ってそうだな。てか、なんで食材がこう落っこってるんだ。え、またあっちまで戻るのか。相変わらずの使いイベントだな。もうその場で決着つけろよ。先制攻撃。これは盾兵か。もう攻撃しちゃったしな。あ、全然倒せるや。オッケーオッケー。お、謝る。謝ってどうすんの。とりあえず先制攻撃アップが欲しいな。 5% は微妙だけど、まあ。お、なんか機械が出てきた。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえずこの機械はサンダーでぶっ倒そう。あれ、マグノリアだった。あれ、いつの間にかなんか順番変わってね。今さら気づいたけど、イデアって2番目にいたんだけど。白クローマサンダー。で、地図は下のやつにしよう。
おらおら。おわ、一人で倒してたか。まるまる一人分かかるな。サンダー、サンダーもあんまり強くないな。お金がないからな、商人にしちゃおっかな。でも白魔道士もね、回復のエキスパートとしてだいぶ戦闘が楽になると思うんだよね。これはマジ悩むな。そして宝箱が残り1個。あ、豚がいる、猫もいる。何なんだこいつら。猫じゃねえし。夜まで遊びますか。遊ばない。なるほど、これで夜にできるってことね。あ、ちょっとあの左の方くぼみが怪しいな。ここら辺にアイテムがありそう。何？ない。予想が外れた。アイテムどこに置くってんだ。あと噴水のところか。そうすると怪しいのは。ない、わからないな。ん？イベントのマークがないってことは夜にした方がいいのかな。夜にしよう。なんか音楽が流れ始めて、あ、帰ってきた人いるじゃん。うん、ピークが足りないや。そりゃそうだろ。え、どういうこと。え、みんな人いるよ。何も言わないのこいつら。まるっきりシカトじゃん。まあ、ボリトリーがいるけどさ。え、おかしくない。あ、人が戻ってきたみたいな。マジスルー。え、なになになに。マジスルーなんだけど。まあいっか、とりあえずこいつに話そう。いやいやいや、普通に町の人たちと話してるじゃん。ほーん、思っと。何を発…視察や、視察。おお、なかなか考えてるなこいつ。さすが商人だ。で、あんた、そんなの金のために決まってるだろ。せやせや。この金の亡者は。ほん、あの二人を騙してどうする。騙すや。だから何がある。わいはな、あの入り江一帯をだいぶ。あの入り江、そんな金あんの。あの入り江はな、東と西この国とか。それであの廃屋を。なあ、そうや。でもまあ、あんまりはかばかしくは。なるほど。あの入り江を思い出の場所にしとるやつが割とおるようなんや。確かに貿易基地にするには。わ、何度か足を運んで説明しとるんやがな。大変だな、ボリトリーも。に反対し、おじいさん。そうじゃ、あの空港。お披露目の黒い星は。はい。そうそう、あの美しい入り江が埋め立てられて。なんだこいつ。貿易基地だなんて。かですって。さてと。え、次はあっちに行けってこと。無駄し。どうやる。ボリトリーがあの入り江。でもホーリー、決まってるじゃないか。何をすっとんけのこと言って。人はね、たとえあの孫娘を見ただろ。なかなかすげえやつだな。純朴そうで素直。え、それがどう。内戦で散々悲しい貿易基地として有益。言ってることは。こいつもなんかありそうだな。いや、そんなことより町の人、町の人。戻ってきてるよ。どこに行ってたんですかって聞かないの。前線基地、これあのイベントかぶってるけど。大丈夫かな。夜に行くのと昼に行くので違うのかな。わあ、これ幽霊系だな。ちょっとアイテム使おう。ゼウスの怒りがいっぱいあるかな。で、イデアも魔法と、まあ、サンダーでいいかな、適当に。
地図はここは危ねえ攻撃と。やばい、一体に集中させてしまったです。メカリエめっちゃ強え1100は与えたよ。もうお前らザコだ。ゼウス様のお怒りのもとではお前らなどただの雑魚にしすぎない。ちょ入るか。ダンザブローさん、おお、ダンザブローの方が進んでるよ話が。ダンザブローはいいよ。武者修行でござる。剣の道を極めるため。どんくらい強いんだダンザブロー。剣の道を極め。それがしは剣がす剣が触れる。何を言うか。その気になれば。うわ、ようこ。そ、はい。こいつはかなり真人間だな。ただ。ほほう。ん？こいつは兄弟がいたのか。おお、ちょっと待って待って待って。どうやってあの橋を通るかだけ。いや、橋を通るよりも先にボリトリーよ、ボリトリー。ね、あれでもこれ。かかってきんさい。ここで戦闘が起これば。相変わらず、一気にジョブが手に入るぞ。それがお前がおとりになればいいんだよ。あの橋は古くは水道橋でしてさ、橋の下には。排水管、ほんほんほん、それを通っていけば。なるほど。なるほど。あ、やっぱりおとりね。あの女の、え、ダンザ。それがし、腕にはじ、そちらもお気をつけて。おお、めっちゃ正面から言ってんだけど。なんで。やあやあ、我こそは湯の花は五本刀の筆頭。十本刀とは違うんだね。近いね。そう思うなら言われんでもやっちゃろ。もう戦え。てかお前倒せそうだ。嫌いだけどな。おお、見たか銃使い。ははええよ。完全に五右衛門だな。わわ、いやお前で倒してくれ よ頑張るのだぞ。そのたたあ、サブイベントがある。ボリトリさんがいる。こっちだな。いろんな人がいるなここ。この国で一体何を企てているのだ。もう銃撃戦は完全に無視だね。ちょっとセーブをしてからここで戦闘になるかな。イエーイ、ボリトリさん。何、ここはこの国一番の戦いの旅にすぅ、あれも追いかけんのか。ダンザブロは一生懸命戦ってんのにな。まああいつはあいつでほっときも。また戻んのかこっちの町に。なんかこう乗り物みたいなのないのかな。移動力が倍になるやつ。よしよしよし。こいつと交渉してんのか今度は。頑張ってるなこいつ。何してんの。なるほど、マーケットリサーチですね。果たしてそうかね。何もかもだよ。エイゼン大教はあんなだし、畑を耕そうにも。なるほど。物資も人悪循環。追い先短い老人と、片やギラギラしとる若者の意見の地。過去を見続ける者と、ワイの見たところでな、リコルやノーテ、あの入り江を。おお、いいんじゃないかなそれ。この国で産出する地下資源や宝石は海外の人も欲しがっ。海の向こうから人が業産集まれば。That's amazing。 なあ、あんたその話みんなに聞かせてやってくれないか。よっしゃ、段取りから何から全部。ちょっと
さすがボリトリ。この国の産業のためだからって。 あんたあの廃屋にいた、どうしたんだい。こんな、お孫さんが今朝方この小屋を立ち退かなくて済むように。ハルトシフトって誰。私が、あ、働きに働きかけますってことじゃない。働くって一体どう。ああ、その娘さんなら自分に働き口はないか。働き口って言ってもこの不景気じゃ。なるほど。まさかミスリル鉱山って、最近はな、また鉱脈が見つかったのか。ビビたるもんやけ。あんたね、うっさい。他に何がある。ただでさえ迷路のようなところに女の子。みんな行くわよ。どこだミスリル鉱山って。あの橋渡んないといけないとか。げ、なんか橋渡んないといけなそうだな。マジか。え、行ける？こっから行ける？あ、こっちから行ける。こっから行けんじゃん、よく考えたら。裏から回るとかどうこうじゃなくて。こいつらは多分戦うだけでいけんな。どっちだっけ。ブレイブこっちか。落ちず強いな、やっぱり三刀流が強い。こいつはぶん殴り系だからな。一分を晴らす。お、行きがけのダチンがあるからだいぶいいな。ここか、ミスリル鉱山。でもミスリル系の武器って前の町で売ってなかったっけ。ここなんかもっといい武器売ってた気がするんだけど、今さらミスリルって。ミスリルあんま強くないし、しかも、あ、ついてきてる。働け。新入りの素人の王将なんてこったい。だいたいさ、どうやって奥まで潜り込めるんで。わいらも急ぐで。お前らもついてきてんなら戦えよ。宝箱は4つ。よし、まず1つ目ゲット。万能薬。あとはここのモンスターが。レイバーターン。うん、なんかいけそうだな。サキュバ、うわー、なんか魅了してきそう。そういうステータス以上あったっけこのゲームに。強っ。あ、でもサブイベント結構近いな。あー、でもあそこで怒っても。また煮干しが怒ってたんだけど。ほら、いけ。お、超強い。弱点だからか。もう雑魚だな。さあ、ここでサブイベント。あ、いいでよ。どんだけ奥に行ったんだ。あのじいさんと孫も疫病で両親も亡くし、不作続きでね。家や土地を全部売っ払って。おっと。その割には帝国軍に入ってるってことは出世したじゃん、ホーリーも。あー、また青宝箱だよ。これは取れないから。おっと、連戦の予感だ。これはちょっと待て。ユウとマグノリアで倒そう。ゼウスの怒りを2回使って、いや、ゼウスの怒り型をつけよう。あとはデフォルト。うわー、や、早い誘惑が750。 750、 OK、 強い。
アイテム強し。これでもう、うわ、また強そうなやつらが出てきた。誘惑は解除されてんな。ゼウスの怒りを使おう。じゃ赤字なんだけどこれ。1個でいいや、1個。1個だけ使おう。ミスリルシェル、めっちゃ硬そう。何のよ、ブリザード。適当だけど。よし、いけ !750。あ、倒せる倒せる。ブリザード。675円。赤字ではないな。あ、あそこにいる人が。旅人もいるじゃん。あ、上に宝箱がある。こっちから行こう。オリハルダガー。なんかすげえもん見つけたな。ダガーの人っていたっけ今。オリハルダガー。あ、上がる。命中も上がる。やった。ってことは、U じゃなくて、地図に装備させよう。ミスリルソードだしな。オリハルダガー。あ、めっちゃ上がるし。やった。地図。主力だからな、今。こっちも宝箱。あ、そう、これちげえ、青の宝箱だ。騙された。いや、今のはマジで騙されたな。あ、間違えた、デフォルトしちゃったよ。あ、そうだ、これでブレイブできるんだった。L ボタンでブレイブが一気にできるんだ。お、強い。投げ投げ撲殺。あ、そうだ、頭の武器も変えないと。そう考えるとちょっとティーズが弱えな。ティーズじゃねえや、ユーが弱えな。盗賊のナイフを頭、あれ攻撃、頭か、そうか。ミスリルソードが一番強いかな。そうだな、ミスリルソードにしよう。で、盗賊のナイフが余ったかな。U。あ、ミスリルの弓だしね。これはちょっとダメだな。まあ、こいつは盾を持ってるから防御力が多分強いかな。マグノリア。伊勢の森とビゼンを押さふねか。お金がなくて何にも買ってないかな、そういえば。装備が貧弱だけど大丈夫かな。どうせまたどっちかと戦わなきゃいけないんでしょ。いやー、これどっちにしようかな。イディア、いたかい。こんな、あ、一刻も早く。取り乱しすぎだぞ。祖父と私は立派なお屋敷に、祖父は人が変わったよ。そして何を思い出してんだ。ホーリー、またここで宝箱の回収が先。大地のドラム。全員戦うで OK だな。おらおら、ぶん殴れ。いやー、すげーエアロがマジでなんでいきなりそんなの使ってくんの。回復しねえと。いや、エアロが連発されたらこれ全滅になるぞ。あれ、いつの間にかヒットポイント1000超えてる。みんな強くなったな。お、やった、1000円。誰があそこに1000円も落としたんだ。こいつおかしくなっちゃった。やがて事業はだけど、エタルニアの空を聖騎士様。いやー、でも出世の道だと思うけどね。アスタリスクも持ってるんだし。このクリティカルってどういう基準で出るんだろう。
もうこいつらですら雑魚だな。お、ちょっと待ってね、宝箱が先。あー、宝箱はない。何この親父、こっから先は倒産みたいな。あの子じゃなかったけどね。大丈夫か？焦ることないよ。え、空気悪いのここ。あれ、貸し金金金って、あんたが進める経済振興決して満ち足りることはないだろうけど、じいさんと孫娘がつつましやかに暮らす。おおはいかで。こいつも悩み始めてるぞ。だから国の復興のためしょうがない。ロケット、何ロケット、あ、ロケットってそのロケットね。飛んでくロケットかと思った。あ、魅了の無効化か。魅了されるとかなりきついからな。でもな、いいや、その前に殲滅すればいい話だし。連戦の予感、ちょっと待って、ちょっと待って、連戦の予感はさすがにゼウスの怒りを投入する必要がある。ちょっと待って、ユウだ、ユウ、ユウのブレイブでゼウスの怒り、まあ4つは使わないだろう、どう考えても。うわー、やばい、死ぬ。暗い暗い、よしよしよし、またこいつらか。これはそのまま戦うで、カーバンクルを攻めしよう。で、イデアのブリザードでミスリルシェルと。倒せなさそう。ブリザード200だもんな、弱点ついて200だもんな。こいつ700当たるし、クリティカル出たけど。やばい、倒せない、いって、おお、レベルアップ。いやー、やっぱ白魔法とかが弱いなーとか。ハイポーションでいいや、めっちゃ回復するし。あ、ここで回復できたのに、テントで休む。いや、お孫さんが行方不明だというのにこんなのんびりして、あっちーとか言ってるし。そんなこと言って、あっちにこんな劣悪な環境で、そのブラック企業だな。ないことを子供たちに強いていた。一体話せば長く、ティズが怒りに震え、それにして、うん、ゆっくりしすぎだお前ら。ホーリーは何にも言ってこないのかな。この先は危険だぜ。よし、こいつか。よく一人でこんなとこまで来たよな。毎回毎回不思議に思うんだけど。無事やった。お、親切じゃないか。大事な地主さん。ああ、地主さんの孫娘か。もし、さあさあ、出口まで。さあ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 。あれ、出口まで帰るの？あんたね、この後に及んで、ま、当たり前やないかい。ワイの経済復興さ。こんな騒ぎをまの。ワイが引き起こしたんとちゃうやろ。あんたがこの子たちのごちゃ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 、ああ、いたちきた、まあここは私に任せて。お前も一人で来たのか、ここまで。無事だったか、無事だったか。このじいさん強えな。しゃあ、ふん、イリアハン、さあて、やっぱり私たち勝手の知らない土地に一体わしは。そうね、いくら疲弊した国のさ、内戦で疲弊した、どうする。うん、どうしようかな。金がな、金がいかんせんないからな。多分商人はアビリティでお金が増えるやつがあるんすよね。でもな、白魔道士の回復もな、捨てがたいからな。
どうしよう。ボリトニーに明け渡しちゃダメって言うと多分ボリトニーと戦うんだよね。よし、商人、金だ。金が全てだ。ボリトリーの意見に賛成だけどボリトリーと戦う。矛盾してるな。ボリトリーに売るのは反対。そう。何アホなことを抜かしとんねえ、アホどれら。金が全てなんだ。ボリトリー、君の意見には大賛成だ。もう真実この国の民が疲弊した国を手っ取り海の外に目を向け。そやからこの二こそぎボリトリーさん。なや。まあ協力はしてやってもいいけどね。それとこの場でワイに。白魔道士のアスタリスクは手に入りません。しょうがない。お金を貯めるのも使うのも得意。いいね商人。貯めたお金で装備を充実させることでパーティー全体の戦力を底上げできる。魅力的だ。白魔道士、白魔法による回復で味方をサポート、ダメージを抑えるアビリティも標準装備、少しだけだが攻撃魔法も覚える。回復もいいよな。これはかなり悩む悩むけど、もう俺は金に生きると決めたんだ。お前を倒す。悪いがボリトリー、俺たちの金のために消えてもらう。軽く痛みつけてしゃあないの。やろうと思っているんだ。やろうとも。盗賊じゃねえかこれ完全に。おとなしゅうしとったら駅になりよってからに、ラクリーカを金の力で牛耳ったマヌ。ボリトリー紹介。泣くこなん。お前のその金は俺が引き継いでやる。とりあえずアイテムに、ボムの右腕大ダメージ。おすげえな、これ使おう。とりあえずザコがみんな邪魔だから敵全体。あれイデアだっけ。ああしまった、調べるが欲しかったのにな。まあいいや、とりあえず、あ、虫眼鏡があんじゃん。ボリトリー会長、会長の座は俺がもらう。アイテムに物を言わせて攻撃をする、まさに金の力だ。くらい、おお強い。超めっちゃヒットポイントあんだけど。南極の風、おら。2250。こいつヒットポイント1万4000だったよな。いや、まだちょっと押せないな。なんか、デフォルトで溜めてるな。ちょっと、ガードしとこう。なんかやってきそう。テイクオーバー。金投げてんな。よーし。U ちょっと弱いからな。アイテム使おう。アイテムがない。さっき第一のドラム手に入れた。で、ボムのかけらと。で、こいつは、攻撃でいいだろう。あ、スピン技マグノリアか。そうだそうだ、順番が変わったから。ケアルラをちょっと、かけとくか。食らったから。で、ティーズも、これをかけて。劣化のウルフ。で、ウルフファング。よし、行くぜ。うわぁ！本土決戦。ラクリーカの全資産と、総司令本部の、それ、やっとめ、あのいる。うん、かわいそうだわ。消えてもらうよ。750! 強い！え？ガードしてっかな。こいつエアロラ、あ、間違えた。で、今何になってんだっけ。で、バイソン本か。やばいやばいやばい、攻撃してくるぞ。おい、気がけの立ちいいね。テイクオーバーいって。テイクオーバーなんかガードしても変わんねえな。結局400食らうじゃん。あと6000。うん、あと6000か。ちょっともう一回あれだな、攻撃しとこう。で、ケアルラで全体を回復して、
180くらいか。よし、行きがけのダチン。あとは抜く。いや、もうちょっとでお前死ぬぞ。ちょっとミュウを全部レイブを使って、あ、必殺技使おう。で攻撃、ちょっとケアルラで回復。あー、危ねえ。ガードされた。ここで全勢力を使い果たしたら危なかったな。全力だ。くらえ。ガードされてるけど。2700。あ、これ押せるな。殺そう。弱かったな、ボリトリー会長も。もう勝った気でいるけど。エアロラだな。4回使うと100使うな、これ。まあ、しょうがない。この攻撃力が上がってる間に、倒す !800、1200、1600、700、700、オッケー。よかった。お、金の役目は俺が引き継ごう。ターバンって言うんじゃん、ターバン。金の砂時計って何？ストップ？ FF4 とかで行くとストップだったけどな。商人のアシタリスク。よしよしよし。これで俺の貧乏生活も抜け出せるぞ。入手金額アップ。ジョブ特性。いいねー。もう貧乏とはおさばらだ。金を投げる。なんて素晴らしいジョブなんだ。ただお前らは貧乏生活が続くけどね。また一から。頑張ってくれ。おじいちゃん。おお。入り江に帰る。そうだな。帰ってくれ。はい。お前らは貧乏生活が続くけど、俺は金持ち生活だな。泣きながらどっか行ったけど。私からも礼を言わ。いや、いいって言って、自分の金のためにやったんだから。私にか、なんだ、ベアリングからだ。骨継ぎの腕を褒められた。一緒に来い。あの人の彼氏さんが一緒に。な、そう。だいたい一緒にって。さ。ナイス。でもボリトリーが言う大規模な入り江開発はストップ。この国の進行は遅れてしまう。しょうがないだろ。私の下判断。イデアさん。必ずこういうパターンになるな、これ。どっちも救えない世の中はそういうもんだ。テレポ持ってたっけ。テレポねえし。あ、そうだ、テレポストーンしかない。テレポストーンいっぱい手に入れてるかな。じゃあちょっと誰か商人にしようと外出て。誰を商人にするかだな。ユウがちょっと今んとこあんまり戦力不足だからな。ソードマスターもここまで来てるし。そうだな、こいつを商人にしよう。お金稼ぎと金の力に物を言わせた戦いが得意。すげえ、ジョブ特性入手金額アップ。戦闘後の入手金額が 1.5 倍になる。ふんふんふん。まあ複数いても重複しない。まあそれはしょうがないな。装備品による効果とは重複する。いやー、これで俺も貧乏生活から抜け出せるぜ。商人で、ちょっと装備を整えよう。一旦弓か。弓 C だけどいいの。何がつんの。槍か。で、槍買おう、金があるから。あとナイフも得意だな。ターバンってさっき手に入れたやつじゃん。頭に巻く布、そのまんまだな。はい、というところで商人のアスタリスクを手に入れたので、まあ今後貧乏生活は抜け出せることを祈って、また次回からやっていきたいと思います。では今回はこれで終了します。